今日は西米ゼミナールに安倍総理をお呼びしています。欧米では一度大統領や首相になった方にお会いした時にはミスタープレジデントと呼ばれるんですね。そうなんですね。で西米先生は実は、はい、元総理前総理の継承として総理じゃなくてもう一度本当の総理に戻ってもらいたいという意味を込めて、はい、今日は、うん、次の回も全部でこれから4週間、はい、週にわたって4週間、はい、総理総理と言い続けますんで、はい、総理 の指針を訴えていただく、はい、で第1回目が憲法を改正せよ。その通り、はい、国防に精を出して、国家の自立を急げというお話になろうかと思います。要するに安倍総理の、日本国民に訴えるという番組をこれから、4週間やるというそういう趣旨であります。はい、参議院議員の西田昌司先生にも加わっていただきます。よろしくお願いします。今日はむしろ西田先生にね安倍先生のご意見を引き出していただくと、はい、僕はそれを見させていただくという感じでお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組は高旬のエバーライフの提供でお送りします。安倍総理時局風の感想から始めたいんですけどね、総理の時代に北朝鮮のですねいわゆる拉致問題について大変精を出された総理なんです。もう一つはですね今この間民主党の、まあ、自民党時代からそうだといえばそうなんですけど民主党政権になってから次々とね総理が首相が変わるけどこれはね世間の人本当一致していやーこんな指導者でねいいんだろうかと言葉が結構ペラペラ回る人が多いんだけどもね中身がいかにもね空想であると、まあ、ちょっとね元総理の立場として言いづらいことも悪いかと思うけど西田先生も交えて北朝鮮の問題をめぐるそのことの出来事に絡ませながら今の日本の指導者像についての見解ご批判どっちから行こうかな導き役として西田さんから12月19日に金正日が亡くなった話ありましたけれどもね、うんその後の政府の対応もひどかったですけれども要はそういう拉致の問題も含めてですね、うん、自分たちの国自分たちで守っていくとそのためには憲法を含めてですね、うん、戦後の体制をもう一度、まあ、戦後レジムの、うん脱却とおっしゃってましたけれどもね、うんうん、明確にお話しなさった総理大臣というのは、うんうん、もう安倍総理以外戦後誰もまともにはおられないと思うんですね、うん、今この民主党政権になったらそういうことに誰もですね、うん関与しようともしないしまだマスコミを含めてですね、うん、知識人の方もそこの辺の整理ができてないですね、うん、ですからそこをもう一度ですね安倍総理からお聞かせいただけるとね今のこの事態がですねいかに問題であったのかとでいうことが分かりますし安倍総理が一番訴えたかったこともですね実はそこにあったんだろうと思うんですけれどもね安倍総理はご本人言いにかかろうから実はね朝子さんね、はい、安倍総理が退陣されたのはもちろんそのご健康上の理由がメインなんだけど、うん、同時に僕が見るところね朝日新聞系を中心にしてね、うん、つまりその教育基本法の改正とか憲法改正とかねその他ものもの今言ったラジオも含めてやっぱりその久方ぶり大胆にね国策っていうか国家理念と、うん国策の体系をねやっぱ戦後レジームって体制って言うんですけどね、はい、その脱却って形で訴えられたね安倍総理をねもうシャニムにでも引きずり下ろそうというね、うん、そういう感じのことはずっと続いて、うん、愚かしくもね朝日を出した以上やっぱ産経も出さないと片手落ちだってことになるんだけど産経新聞すらねそれに巻き込まれてね、うん、安倍バッシングの、うん片棒の一部を担ぐみたいなねそんなことで引きずり下ろされたんですよね。そうなったら我々としてはね、まあ、安倍総理の復活ご本人の前では悪いんだけどもいろんな困難が伴うことは承知のすけなんですけどねやっぱり指導者が核もねそれこそ劣化してくればねやはり安倍総理よと
そろそろお覚悟をお決めくださりたいと言わざるを得ないと、そんなところです。とそれはともかく安倍総理がどうぞ。まあ、西村先生にこんなに褒めていただくと私も本当に感慨の至りなんですが、本当に皆さんに期待されながらですね、健康上の理由とはいえ1年で、安倍内閣に幕を閉じざるを得なくなったですね、本当に申し訳ないという気持ちなんですが、潰瘍性大腸炎という、まあ、難病をずっと持ってまして、中学時代からですね、まあ、これはまあなんとかコントロールできると、まあ、官房長官あるいは幹事長時代にですね、いろんな薬もできましたので思ったんですが、なかなかそれがうまくいかずに、2年前にですね、新しい薬が認可されましたね、アサコールという薬が認可されまして、今40年間の中で一番健康状態がいいので、これからも西田さんみたいな若い政治家とともにですね、また応援をしながら頑張っていきたいなと思ってるんですが、先ほどまあお話があったですね、拉致問題なんですが、それとまあ戦後体制ですね、1996年頃だったと思うんですが、クリントン政権時代ですね、あの時に94年のチェドー合意という合意を北朝鮮として、北朝鮮が核開発をやめますよと、その代わりに日本と韓国が4000億円使って原子力発電所を2基作りますよという約束をして、できるまでアメリカが50万トン需要を提供するという、まあ、合意ができたんですね。でこれ合意をがうまくいったと当時は思ってた。しかしその後ですね、実はあの時、ウランの濃縮計画を彼らは密かに、まあ、進めていたんですが、当時は分からなかったんですね。その時にアメリカは、国連を通して日本に6万トンのね、お米を無償支援しろとこういう要求を出してきました。日本政府もそれに対応しようとしたんですが、当時は自民党政権で、私はまだ当選したばかりの頃の若い議員だったんですが、何人かの議員と一緒に自民党の外交部会でね、拉致問題がある限りこの無償援助はやるべきではないと反対してたんですね。そうしたらアメリカのペリーというですね、元国防長官、北朝鮮問題担当官で調整官で日本にやってきて、同時にウェンディ・シャーマンというですね、担当女性の大使、今は国務次官なんですが、彼女と2人でやってきたんですね。で、俺反対をしている議員を公邸に呼びました。でそこでペリーという長官がね、私たちに向かって、今アメリカは関与政策をやっていて、北朝鮮の政策を変えさせようとしていると、でこれはうまくいきつつあるんだと、日本もできることをやってまいりたいと、それは米の無償支援だと言ったんですね。なぜ安倍さん反対するんですかというくらい、私はあなたそんなこと言っても日本では拉致をされてるんですよと。で例えばクリントン大統領の地元のアーカンソーで13歳の少女が拉致をされても、あなたたちは米の支援するんですかと言ったんですね。そうしましたらね、ペリー元国防長官とウェンディ・シャーマン大使がね、顔を見合わせてね、笑ったんですね。ちょっとバカにする風に笑ったんですよ。ムッとしましたが、でペリーこう言うんですよ、安倍さんね、もしそんなことをねやったら今頃海兵隊が平壌の戦に行ってますよと。あ、そうなのかなと思ったんですが、でその後ウェンディ・シャーマンがこう言うんですね、安倍さん日本にそれできますか、できないでしょうと、できないんだったら日本ができることやってくださいよ、お米出すしかないでしょう。でこれは極めて失礼な言い方で、私も頭にきましたが、一面の真理なんですよね。今さまざまな制裁を行ってますね。船の入港禁止や貿易上の輸出入の禁止という措置を可能にしたのは2004年に私たちが作った制裁のための法律なんですが、当時はできてないんですよ。つまり指一本触れることはできない、ウェンディ・シャーマンの言う通りなんですね。なぜかといえばですね、これやっぱり平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して私たちの安全と生存を保持しようと決意したという憲法上ですね、そういうことされないですから、それに対応が一切できなかった。つまり私たちのこの戦後の体制、憲法によって13歳の少女の人生すらね、守ることができなかったんだと。全文の第2項に書いてあるね、平和を愛する諸国民っていうのがね、外国にいくつもあるらしいね。公正と信義、それをね、我々が信頼していれば日本のね、安全と生存は大丈夫だと、というふうに基本的にはその考え方が戦後ずっと続いているという、強大な虚構ですよね。そうですよね。虚構が、まあ、冷戦があったために、まあ、大きい紛争なかったですからね、まさに憲法によってこの虚構を信じていればいいんだという思い込みがあったんですが、冷戦が終わってから
そういうことじゃないということがね、各地で紛争も出てくるし、日本の周りでもですね、ああいう拉致問題はじめ、やっぱり自分たちの国、自分たちで守らなければならないという当たり前のところが出てきたんですが、そこをまだずっと目つぶっていたのを安倍総理が出てこられたからですよ。そこがそういう虚構では自分たちの国は成り立たないということをですね、言われたんですよね。だからやっぱそこが今も昔も変わらない一番日本の問題ですからね。まあ、その虚構の中でずっと安住しているというかですね、そこで、まあ、仕事をしている人たちがいるんですね。さっき、朝日新聞という話をされたんだけど、特にマスコミにそれが顕著なんですが、それが叩き壊しに私たち行ったもんですから、これは大変だ。問題は彼らはこの本論ではない戦いを挑まないんですね。横のね、死を抹殺の、くだらないことで足を引っ張ってくるものですからね。くだらないところで、これはね、麻生政権の時に特に顕著になったんですね。今ね、西田さん頑張ってね、外国人からね、要するに人の金もらってるってことをいくら暴いてたらね、マスメディアはね、ほとんど素通りするんです。ところはね、安倍政権の時もそうですけど、麻生政権の時にはね、還元水で何百万使ったとかね、その手の話であなたもう何ヶ月も大騒ぎして、それで自民党政権を潰したのが日本のメディアなんですよね。まあ、あなた何も知らないだろうけど、そうなんです。それは憲法の趣旨から言うと、実は平和愛好勢力の中心にはアメリカがいるということなんですね。ですから、ね、アメリカの、ね、公正と真偽を信頼していれば日本の安全と生存は大丈夫だっていうのがね、アメリカ様が憲法書いた時に趣旨だった。ところがそれがね、戦後米ソの冷戦が始まって、日本にいわゆる左翼勢力が強かった時に、平和愛好勢力はどこかと、アメリカではないと、アメリカは戦争愛好勢力でね、平和愛好勢力はソ連と中国だと。ですから奇妙なことが起こった。これね、安倍総理のせいじゃなくて、戦後のね、まあ、自民党っていうよりも戦後の知識人のせいが思うんですけどね、アメリカにつくかソ連につくかというね、それで保守と革新を区別するというね、実にお粒がねじれた政治思想として始まったことがまだ尾を引いてるんですね。ソ連側とアメリカ側に分かれましてね、まあ、アメリカ方が一応保守だという話になって、向こうは革新だとなってるんですが、あの冷戦が終わってからソビエト側がですね、思想的には全部アウトになりましたね。今面白いのはだから保守と言いながら、いわゆる親米保守ですよね。で、僕は親米保守という言葉自体ありえないと思うんですけれどもね、要するに保守というのは自分たちの国を守ることですから、どこまで行っても日本の国どうするかって話で、親米とかね、親中とかいうよりもまず日本なんですけれどもね、そのアメリカによっかかることがですね、正しくて、日本をどうするんだという、まさに安倍総理がおっしゃった戦後レジームをね、脱却していくと、自分で自分の国を守っていくとか、その根本の話になってくると、今度は右も左もみんな叩きに来るんですよ。またね、こういうおかしいことが今出てきてるんですよね。憲法の問題なんですけど、これもね、もう本当にこう重層的に議論しないきゃいけないから厄介なんだけど、もともとね、憲法ってのはあれですもんね、国民の持つべき根本規範の感覚が憲法なんですよね。ですから、まともな国民でしたらね、コモンセンス、常識としてね、日本人はこういうふうに生きるんだと、こういう政府を作るんだ、こういう家族を、こういう企業、こういう地域をってことをはっきりしてればね、実はイギリスには成文憲法っていうのはまだ存在してない。国民の常識がしっかりしていればね、憲法を書いてもいいけど、単に国民の常識を確認するだけのものなんですね。ところが戦後ね、妙なことが起こって、もうこれはアメリカの問題なんでもなくて、誰かがこう日本の国規範はこうあるべきだという、いわばそれがその命令、指令としてくると、分かりましたと、私たち生活態度を変えてね、そのようにいきますというね、非常にこう国家を人工的に作るという、それがね、憲法問題に絡みついてて厄介なんですよ。ですから今、西田さんがおっしゃった保守思想っていうのはね、日本の国家の歴史が何百何千年として醸し出してきたものをね、今の状況の中にどういうふうに生かすかという、だから日本国民がね、家庭から国会に至るまでまともに議論していれば、話し合っていれば、おのずと分かるはずのものが憲法なんです。